とミシコトネマホ、私たちはチェコでーす。はい、というわけで本日は、はい、シーンのコーデ紹介。はい、なんですが、今回はいつもとは変わりまして、はい、もう事前に私たちコーデ紹介をしております。変わります、各自でね。ちょっとね、新しい感じにしようと思って今回挑戦してみました。はい、それでまあ自分たちでね、ちょっといい感じに編集もしてきたんで、うん、はい、それをお互いのやつを見てって、うん、まあ、こういう商品だった、ああいう商品だったっていう感じで紹介しようかなと思います。はい、で今回のラインナップなんですけれども、はい、自由なテーマが日コーデ、はい、とレッスン着1コーデ、うんうんうん、次が視聴者さんからリクエスト、私たち募集したんですよね。募集したね、インスタでね。はい、でリクエストで募集した服からコーデを組んだ2コーデがありますね。はい、はい、合計5コーデを今回紹介していきたいと思います。はい、じゃあそれでは早速紹介していきますか。はい、え、どっちからにする？じゃあマホから。分かった、マホからね。はい、マホは、うん、お洋服とか、うん、メイクとか、うん、そういうのを主にやってる女性 YouTuber さんを見ることが多いんですよ、普段。確かにね。で、おしゃれ系なやつを見ることが多いので、ちょっと憧れを持ってて、はい、今回、チェコではあんまりやらない、そういう感じの、おしゃれな感じの風にしてきました。おー、いい。そう。めっちゃいい。やってみたかった。やってみました。逆に申し訳ないね、いつも。ああ、いいね。でも楽しいじゃん。楽しいじゃん、そっちの方が。はい。いきまーす。はい。おー。どこ、ここ。ここは、どこだっけ。アウトレット、アウトレット。アウトレット。え、かわいい中のやつ。かわいいでしょ。うん、確かに海外ギャルでもさ、なんか韓国と海外ギャルを混ざったようなファッションする人たちも多いよね。うん。はい。こんな感じ。え、かわいい。こんな感じでーす。なんで照れてんの？じゃあなんかさ、初めてすぎてどうすればいいの？え、このさ、はい、上着めっちゃ形と色良くない？そうなのよ。めちゃくちゃいいの。まあ、お正月にもね、これ着たんだけど、うん、全然寒くなかった。マジで？うん。これ、結構寒かったよね。寒かった。めちゃくちゃ激推し、この商品。中は、デザインがバッテンになってて、ここがポワーってしてる、こうキュッてしてるからめっちゃスタイルよく見えるし、形がちょっと不思議だから、可愛いなと思って。え、めっちゃ可愛い。可愛い。超いい。たださ、ニットの生地感とかどんな感じなん？ね、柔らかくて、伸びる感じ。はい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 。だからもうイコールの方が好きな感じ。いつものね。いつもの。着心地がいい。分厚い？めっちゃ分厚いって感じではないけど、チクチクしない感じの素材。あ、それめっちゃいい。うん、めちゃくちゃいい。あとね、このスカートは実は、生地なんていう名前だっけな、わかんないな、生地の名前が。普通のスカートじゃないの。なんかあれかな、ベルト？ベルト生地？なんかそんな感じなの。でもさ、すごいね。高見えコーデじゃない？高見えするよね。うん。いいね。はい、まずは1着目です。はい、ありがとうございます。はい。じゃ続いては私の1着目コーデを紹介したいと思います。はい。私はなんか今回ちょっと面白い要素をちょいちょい入れながらコーデを紹介しています。はい。じゃあ、これさ、はずいね。はずいでしょ？だからさ、そうそう、女の気持ちわかるでしょ？しかもうちなんかちょいちょい面白い要素入れてるからこそさ。逆に？うん。しまうよね。いきます。1着目はユドルチェショッピングコーデです。うん、冷静に恥ずいからやめてほしい。ちょっと待って、ちょっと恥ずい、こっちじゃん。やめてそれ、それ一番言っちゃいけないから。はい、そしてですね、トータルコーデはこんな感じです。かわいい。 Y2K みたいな感じを意識しながら、私絶対に前 Y2K 言ってるじゃない。なんで？まあいいけど。はい。そしてタックスじゃない、はい。そしてタックスじゃないアウターはね、これです。はい、ロゴめっちゃ可愛いなと思って、あとモコモコ。結構ね、いい、気持ちよかったです。この触り心地。かわいい。いいね。はい、いいよね、これ。めちゃくちゃ可愛い。めっちゃ良くないで、硬くセックスいいな。セックスいいな、お姉さんみたいな感じの形で、超。その顔やめる。はい。そしてスカートはこれね、そう、機械かな。あれやん。本当色のやつを紹介したんですけど、それと色違いですね。はい、安定の最高という感じです。最高ですね。はい、
でね、これすごいよ。このタイツ、ちょっと肌色じゃないの。すごくない？私まだ前の伸びてる。そうなんだ。マジで。こう遠くから見ても、なんか足を止めるかなと思ったんですけど、結構ね、太く見えないし。うん、全然見えない。あったかい。うん、はい、そして靴はね、もうブーツや。そう。はるかがね、紹介してたやつで。前に紹介してたんだ。こういうやついいなと思って、あったやと思って。で、このやっぱ、そこの形いいっすよ。はい。で、ネックレス。もう一回、早い、早い。かわいくない？超かわいい。かわいい。かわいい。これでこの値段がやばいよね。レースに。安っ。で、帽子やったら、なんかモコモコン。それかわいい。かわいいよね。うん。でしょ。せーの。Y2K って感じじゃない Y2K です。これ求めてたし、うん、結構ね深くかけてもいいね。うん。だからあんた下げたころよ。ねえ、ちゃんとみんな助けて、この空気感、この空気感助けて。めちゃくちゃいいと思う。いい、うん、ありがとうございます。あの服が可愛すぎる。可愛いよね。まずモコモコか、はい、これ多分 XL とかなんだけど、はい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 、めちゃめちゃシルエット良くて、うん、まあ、ちょっと思ってるよりかは分厚くはないんだけど、うんうんうん、まあでも今日も着てきたんだけど、うん、全然いける。あ、そうなんだ、うん、あったかい。子供めっちゃ着そう。いっぱい着るよ。着る。そう、あとこのね、中ね、中ね、やばい、中マジ形完璧じゃない？マジでやばい、超かわいい。これ確かね、うん、S とかだったんだけど、肩意外と思ったほど出てたから、うんうん、これ多分後ろ振り返ったら結構この辺まで、あ、そうなんだ。そう、この辺までなんか空いてるような気がするから、うんうん、XS でもよかったかな。へー、いや、いいね、うん、あ、デザインも凝っててかわいい。で、まあスカートは安定のね。なんていうのね。そう。かわいい。ね、かわいいよね。うん。お目玉商品はこちらです。いや、すごいよ、これ。これすごいよね。うん。なんか、肌引っ張ってるみたいに見えるもん。おすすめとかになんか出てて、このタイツが。めっちゃ気になってたの。そうなんだ。足太くなりそうだなと思って。うんうん。この、そうだよね。肌色。プラスアルファされてるから。うん。でもなんか、全然、超足にフィットしてるから。へぇ。本当にこれはおすすめ。へぇ、ワホも欲しくなる。マジでいいって感じかな。帽子。あ、帽子。帽子一番大事じゃない？いや、もうこれニュージーンズが被ってそんな帽子ですよ。そうなの。絶対被ってるよね。絶対被ってる。うん、持ってる絶対。そう、だからお揃いにしました。マジで可愛いよね。可愛い。何でも合いそうだし、色味とかも。そうそうそう。これ深く被っても可愛かったから。うんうん、マジでこれ本当におすすめ。めっちゃいい。よきよきよき。以上です。はい。この後やりづれえな。特に面白いとかもないから。じゃあ、はい、2コーデ目いきまーす。スタート。え、待って、髪型かわいい。かわいいでしょ。髪型かわいい。頑張ってやったの。すごいおしゃれ。好き。うちこのファッション、かわいくない？うん、いいね、超かわいい。あ、そうだ、まだあるなと。え、待って、いらっしゃい。おみくじ引いて。おみくじ引いてます。お、終わり？おー。好き。可愛くない？うん、でもこれもね、めっちゃ海外っぽいのを意識してるんですよ。確かに確かに。なんかめちゃくちゃミニスカートに、うん、あえてロングコートを持ってくるみたいな感じのシルエット。あとね、このニットがやばい。編み編みの感じのデザインとかもめっちゃ可愛いし、うん、ここにチャックがついてる。ハーフジップのやつ、うん。素材もめっちゃいいし、分厚い系の感じの素材。そうなんだ。そう。超いいじゃん。めっちゃ可愛いの。あとスカートはめっちゃ短い。あ、そうなんだ、うん、なんかほんとこれも Y2K って感じなんだけど。確かに確かに。超短いから、ローウエスト系かな、うん、かわいい。めっちゃかわいい。しかも、このコートめっちゃ良かった。あ、そうなん？なんかさ、ぶっちゃけシーンのコートってさ、ちょっとヒシャロシャローみたいな。あるある。多いじゃん。あるある。え、これないの？まぁちょっと自信なかったの最初。うわぁ、これ大丈夫かなと思って。だけど、全然シワクチャじゃなくて。当たり引いたね。当たり引いた。これはめっちゃおすすめです。皆さん、コートはこれにしましょう。で、コート、うん。でもね、生地は分厚いわけではないから、はいはいはい、まあ春とか、うん、そこら辺とかがいいと思います。うん、でも、寒くなかったでしょ、この日も、うん。全然大丈夫だった。ブーツは前回紹介したシーンです。あー、はい、あの時ね。かわいい。かわいいです。
髪の毛も頑張りました。髪の毛マジで可愛い。フィールスペシャルの時のサナみたい。あ、そう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 、そういう感じで意識しました。ちゃんとなんか02って書いてある。あの2個目のコーデってこと。ゼロが入ってるのがおもろい。続いて、はい、私の2着目のコーデは、はい、お待たせ。何？はい、というわけで今回は、美味しそう、と原宿こう原宿デート気分です。はい、まだ一人じゃないから、結構、うん、話し込んじゃって、話し込んじゃってからの、いただきます。美味しかったかなかはわからん。うん。メインはだって、コーデだもん。お茶飲んでください。かわいいよね。はい。で、あともう一つの疑問は何が変わったの？コーデが入ってこない。あの、アフレコうるさい。変わったの。一個目と。トップスなんですよ、みんな。トップスです。本当だ。可愛くないこれ。めっちゃ良くない？タンクトップなんだ。そう。いいね。灰色多分ハマってんだろうね。ハマってるね。灰色いい。灰色いいって言ってる。最近ハマってる、はい。で、この、まず、パーカー紹介するんですけど、パーカー可愛くない？しかもピロピロ感。これもね、可愛くない？あと、フードも大きいの、超ポイント高いんですよね、結構。確かに、フード大きい。可愛い。はい。で、この裾のボロボロ感。うん、おばあちゃん特典は低いかもしれないけど、いや、そうなのよ、私たち特典はめちゃめちゃ高い。めちゃめちゃ高い。うん、超いいんだから流行ってるもんね。かわいい。あと生地感結構いいの、これマジおすすめ。めちゃで、中のこのタンクトップをめちゃめちゃ伸びる。で、デザインかわいいし、超グーとグーっと。お、めっちゃいいね。いいよね。かわいい。てか、琴音が灰色ハマってるのが超わかる動画です。まあ、マホもそうなんだけど。なんかさ、うん、やっぱ1着目と2着目似てるよね、お互い。あの、自分の。自由だから、ね。そうそうそう。マホもなんか茶色。マホも茶色系が多いかも。でもネックレスもやっぱいいね、アクセントになる。そう、今つけてるやつ。超かわいい。高見えするね。いや、ほんとに、うん。このパーカーほんとにいいんだよね。形が超かわいいね。かわいい形。フードがさ、うん、でかいのもいいんだよね。確かに、フードでかい。めっちゃかわいい。可愛いよね。以上です。すごい。ちょ、楽しみじゃない？なんか、どんどん楽しみになってきた。うん、ね、楽しみになってきた。お互いの見るの。恥ずかしいから楽しみになってきた。うん、3着目からは、うん、視聴者さんリクエストのお洋服たちです。うんうん、全身。はい、行きます。はい。視聴者さんがリクエストしてくれたやつです。視聴者さんが気になる服をね。そう。おー、え？なんかかわいい。かわいいでしょ、うん、はいはいはい。このパンツね。このパンツ着てました。このパンツは、うん、生地はめっちゃ薄かった。うん、だけど、ウエストで調節ができるから、うん、すっごい緩かったの最初。ダボーで。でも、こうやってキュッてやった瞬間にキュッてなったから、そこのデザイン性はめっちゃ高かった。うん、で、あとね、このね、ハマりすぎてんのかな、こういうのに。こういうトップスなんですけど、これもニットで、ここだけ編み編みみたいな。何？編み編みのデザイン？あの、まあでも、あれ、あれだよね。黒と白で生地感が違うってこと？生地感は一緒なんだけど、デザインが違う。ああ、なるほどね。そう。ああ、あれか、縫い目が、縦か編み編みかってこと？そう、そう。はい、これなんかデザインがクン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 ってなってるか、普通になんか縫ってる。みたいな感じ。かわいい。めっちゃかわいいの。そう、かわいいです。そして、ジャケット。モフモフがついてる。これもね、めっちゃ高見えするんだよね。いや、これはするね。うん。マジで生地感良さそう。生地感良かった。あったかそう。めっちゃあったかい。うん、むしろ暑い。うん、あ、そうなの？うん。あの、室内とか行くとめちゃくちゃ暑いから、外で履いたらもう超防寒、もう 100%。このジャケットの素材はレザーじゃないんだよね。うん、あ、そうなの？そう。レザー、あ、レザーじゃない。革っぽい感じ。いや、革、あ、そうかも。革と布みたいな。かわいい、このコーデも。いい、いい。私の3着目は、レッスン着です。はい、お嬉しいしてます。はい。というわけで、見ての通り、あの、レッスン着を紹介するために、彼女は無音で踊ってます。無音でなんか踊り続けてます。うん、そしてね、こっちはね、まあ、有望な、有効なのも、超土入り口でやってるので、やばいやばい。かなりきつかったです。はい、ということで、トータルコーデはこんな感じでーす。え、かわいい。これだね。これだね。って。はい。え、そうなの、ほんと。わかった、かわいいのわかったから。はい。そしてトップスはね、詰まってたわ、自然と。伸びる生地なんですよ。ぴょんぴょん、ぴょんぴょんって。そう、伸びる生地で、
あの形もねめちゃめちゃ可愛いし、このデザインもさめちゃめちゃ可愛くない？これ、うん、マジでさちょっとお気に入りなんですよ。可愛い、絶妙だね。なんか色とか私すぎないぐらいのミニ丈感っていうのちょうどいい、このレッスン着感醸し出してるんじゃないかなって思います。はい、でこのズボンね、ズボンもあのジャージ生地ですね。サワサワしたジャージ生地です。めっちゃ可愛い、本当にそう超可愛い。でこれボタンねパパってやったら取れて、あの別の形になります。可愛い、本当にこれいい。でさ、これフラッシュで今撮影してるからさ、うん、横のラインが光ってるのめっちゃ可愛くない？うん、めっちゃ可愛い。はい、というわけで4着。あー、ここのことでと会話しちゃってる。うん、めっちゃ可愛い。はい、っていう感じですね。いいね、4着目は。灰色だね。そう。集まりすぎじゃないですか。で、人のこと言えないんだけどね、もう。ちょっとさ、はい、気づいたのこれ。ん？指が入るの。かわいい。今日気づいた。まずさ、指入るのほんとポイント高くない？そう。そう、形もいいし、伸びるし、うん、普通にレッスン着として紹介してたけど、私、うん、私服で着ちゃってるぐらい。全然着れるの。全然着れる。かわいいよね。うん、かわいい。ほんとに生地感めっちゃ着心地いいんだよね。超いい。そうなんだ。感じです。はい、めちゃくちゃいいですね。いいね。次も灰色が来るんでしょうか。交互期待。はい、4着目です。4着目、茶色。茶色。これ視聴者さんです。視聴者さん。あ、そうなの。うん、ありがとうございます。人のこと言えない。スロこれね、マフラー。え、マフラーかわいい。で、これは今着てるトップスです。中は。あ、そうなんだ。見えないけど。いいね、いいね、いいね。はい、こんな感じでございます。これさ、はい、ズボン私と一緒だよね。あ、そうなの。私多分前に紹介した。あ、そうなんだ、うん、おい、ちゃんと見てるかどうか。おい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 、見てるかどうか。これ私紹介してんぞ、一回ちょっと ID 検索していい？3種類色味がありました、これは。あれ、マジ？うん、まあ、違うんじゃない？なんか似たようなの多いじゃん。確かに。確かに。こうやって ID 検索簡単にできるんですよ。そう。いいっすよね。いいっすよね。一気にいっちゃえば、ポーンとカートに入れればいいんだから。そう。しかも今なんて画像でスクショして、そう。画像検索ができるの。めっちゃ便利、ね。やばくない？あ、違う？違うかも。違うよね。全然違う。だよね。うんうん。失礼いたしました。違うもんすいません、ちゃんと見てますね。このジャケットもね、4種類色があって、なんか、私が選んだのちょっとカーキっぽい色だったんですけど、なんか、ちょっと茶色っぽかった。あー、なるほどね。うん、で、そしてこのね、マフラー。うん。めちゃくちゃ可愛い。このマフラー、モテ。モテだよ ね、そう。モテ品じゃないこれ。モテ品だと思う。こんな大きいマフラーを女の子がつけてたらもう、告白されまくりよ。でさ、チラッと後ろ姿、あ、そう、これ。え、かわいい、ね、この後ろ姿。かわいいよね。マジでかわいい。かえ、これ巻き方うまくない？普通に。え、嘘。マホの巻き方うまい。超適当なんだけど。あ、そうなの。まあ、この時期にマフラーは、モテですごくいいよ。あ、そう、このトップスもね、うん、そう、着てたんだけど。え、これ、形がね、すごくかわいいんですよ。いい、なんか、届いた時は、めっちゃね、うん、ちっちゃくギューってなってて。ね、なんか、これ、マジ大丈夫？って思って。こんなんじゃん、こんな玉みたいな。あ、そんな、んないや、それは無理すぎでしょ。さすがにこんくらいだった。え、それ、で、え、と思って、これ、は、入る？と思って。着たら、伸びるし、分厚い生地で、うん、めっちゃあったかいし、悪くないのよ。めちゃめちゃいい。そう。しかもなんかさ、この胸元になんか線が入ってるの可愛い。胸元に線が入ってます。可愛いです。はい。4着目ですね。4着目。私も4着目と5着目は視聴者さんから、こちらが気になるので紹介してくださいという服を紹介しております。はい。はい、はい、というわけで4着目は視聴者さんから、募集した気になる洋服をコーデしてみました。はい。で、風強ない？このボアジャケット、マジでお気に入り。超良かったです、これ。形もめっちゃ可愛いし、シルエットも超可愛くて、デザイン性も可愛くて。ただ、ちょっとね、生地薄かったなっていう印象があったので、中ちょっと分厚くしたらいいかと思います。はい、そして、ズボンは、あ、今入ってるやつか、これです、うん。このウエストの部分めっちゃ可愛くない？このウエストの部分めっちゃ可愛くない？あ、斜め、そう、で、かわいい。形も割れてるし、生地も超しっかりしてた。シルエット、これも超可愛いし、生地もしっかりしてるし、デザイン高くて好きです。はい。そして靴はなんか、これにお願いしますとかじゃなくて、靴をお願いしますって言われたのね。うん、あ、
なんかスニーカー系が気になるのかと思って、自分の服に合うようなスニーカーをチョイスしてみました。この底の部分のデザインが超可愛いのと、あとこの中めっちゃ高かい、中ね、全部ボワ、はい、というわけでこちら、いいね、はい、って感じです。可愛い、なんかこのボアもさ、うん、モテファッションの一つじゃない、うん、ここまでね、あってね、うん、手もこうやってできるし、そう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 、めっちゃ可愛いと思って、可愛い色味とかも、そう、色味もめっちゃいいのよ、灰色、灰色じゃなかったんですけどね、うん、灰色着させてたからちょっとびっくりしましたけどでもまあここで言ってるんですけど、うん、確かにちょっと薄かったのよ、うん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 、だからまあ中分厚めにして着れば、うん、まあいいかなみたいな、うん、でズボンも、うん、結構しっかりとした黒だった、うんうん、色味が、あ、黒なんだ、うん、ジーンズの生地の黒って感じで、うん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 、あの生地もめっちゃしっかりしてて、うん、超良かった、形もめっちゃいい、靴、そうそうそう、デザインも可愛いし、うん、中全部なんか毛が生えてんの、中に毛が生えてたんだ、そう、なんか全部毛が生えてる、モコモコとかじゃなくて、モコモコじゃない、こういう感じ、そう、もうこういう感じの毛が生えてて、なんかめっちゃ気持ちよかった、めっちゃじゃああったかいんじゃない、そう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 、はい、私は最後レッスン着です、はい、でこれね可愛いよ結構、まあでも琴音が好きな感じです、うん、多分、入ろう、多分ね、かわいい、かわいくない、うん、うわー、いいね、いいね、めっちゃかわいい、海外セレブのなんかスーパー行くときみたいな確かに、これね、ママに撮影してもらったはい、あー、かわいくない、かわいい、いいじゃないですか、え、この中ってさ、どうなってんの、これはチューブトップだからこうなってて、うん、こういう感じ、はいはい、で、それがパンツとセットで、あ、そうなの、そう、セットアップだったんだけど、この上も、上のパーカーなんだけど、これも本当はね、なんかセットアップで下になんか短いハンズボンがついてる、はい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 、だけど色味が似てるから上にも羽織れるなと思って、こういう風なコーデにしたんですけど、めちゃくちゃ可愛かった、パーカーの方のセットアップは裏肝だったからあったかい、そうなんだね、そう、ちょっとこのセットアップは結構生地が薄いから夏とかに使う感じだと思う、はいはいはい、そしてあとはね、このサングラス、サングラスがこの海外感を出してるんですよ、めっちゃいいこれ形かわいいよね、形めっちゃかわいい、これも2個セットだったの、え、そうけど、そう、2個セットで安い売ってないけど2個セットはだいたい安いですし、黒なんだけどちょっと透けてる感じの色味をしてるやつにしました、以上です、はい、いい、いいでしょう、うん、じゃあラストですね、はい、ラストも私視聴者さんからいただいたコーデを紹介してて、うんうん、で結構ね男性の方からもあのリクエストをいただいてて、これが気になるので紹介してください、はい、なので、2個、お互い2個さ、視聴者コーデやったじゃん、うん、そのうちの1個は男性にしました、あ、おお、そういうこと、はい、じゃあ男性はちゃんと見ててね、男性見てて、はい、というわけで5着目は視聴者さんからもらった気になるコーデの男性バージョンです、はい、あー今日もいっぱい服買ったんじゃない、え、彼氏、彼氏買ったね、ちょっとさ、食べに行こうよあれ、ま、あれ、お待たせ、またはい、また食ってるやん、これなんか、あの、ハットクの、なんだっけこれ使い回しみたいな感じになっちゃってるんですけどめちゃめちゃ使い回してる、ちょっとデートコーデ、デートの場面を意識してビューを作りました、おー、いいじゃん、うん、あー、もうね、こういう男一番嫌いなんか、じゃらない普通に切ってるやつ一番無理だわ、でもなんかかっこいいんだよ、いや、かっこよくないでしょ、かっこよくないでしょ、キモいよ、このトップスじゃないブルゾンはあのシャカシャカしてるやつで、うん、デザインめっちゃ可愛かった、で、そういうロゴあるかなと思ったら全くロゴなかった知らなかったんかい、うん、でもね、なんかこれもうね、中に着る用のブルゾンだったね、アウターの中に着る用のブルゾンだった可愛、うん、かった、はい、そして、今エフェクトかかってる感じになってるんですけど、背景も黒で、洋服も黒っていうのが超初歩的な失態をしてしまった、めちゃくちゃ可愛い強調してるやん、はい、デザインめっちゃ可愛くない、これお化けめっちゃ可愛くない、そして生地感もちょっと伸びるような生地で、うん、いい感じです、で、このなんか進む部分慢性になってから雑なんだよな、なんか超可愛い、うん、なんか説明お化けめっちゃいい、
はい。あ、これがね、そう、かわいい。これね、質感もめちゃめちゃ良くて、色味も超良かった。まあ、見ていただいてると思うんですけど。はい。で、生地感もめっちゃしっかりしてた。あのね、超普通のジーンズって感じ。おー、いいね、男性の服を紹介。シャカシャカはね、うん、ちょっと春とか、これからの季節かな、みたいな感じでした。ただ、めっちゃ可愛かった、普通にデザインが。結構派手かなって思って。確かに。で、着るの怖かったんだけど、うん、着ちゃうと、なんか意外と、あれなんか似合ってんじゃねみたいな、うん。似合ってた、全然。あとなんか女子でも意外と着れるんだなっていうことを学ばせていただきました、今回。そう、中のお化けもめっちゃ可愛くない？あれもいっぱい使えそう。うん、あれも生地感なんか、うん、多分これと似たような感じかな、うん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 、しっかりしててすごい伸びる感じで、うん、なんかお化けのあれが、うん、なんかちょっとアニメっぽいような、ゲームっぽいような、ゲームのお化けね、そう感じでめっちゃ可愛い、可愛い。でジーンズは、うん、まあ、今ね実は履いちゃってるんですよ。そうだね、履いてる。そう、男性のさ、ジーンズも、これ本当にメンズ？あ、そうあ、そうなんだ、本当にメンズなんですけど、可愛い。そう、女子でも、うん、女性なんでそうなまったの。で、色味もめっちゃ可愛かったし、うん、そう、形もめっちゃ良かった、うん、今回も結構当たりが多かった、うん、今回当たりっぽくない、うん、てか、探すのが上手くなってる、確実に。これはダメ、これはいい、うん、分かってきてる。もう画像で分かるようになるんだ、いう感じです。以上でした。いいね、なんかこの企画いい、面白いね、面白い、恥ずかしいけど面白いなんか楽しい、ワクワクするね。どんなのが来るのかなみたいなね。皆さんもどうでしたか、今回の企画は。なんかさ、うん、次はさ、実物があって気になったやつこうなんか出してこうやって説明できるようにそうなんだね。なんか気になる商品ありましたでしょうか、皆さん。また多分これやるかどうかまだわかんないんですけど、うんうんうん、来たら視聴者さんからのリクエストとかも随時紹介していきたいなと思ってるので、うん、はい、よかったら応募してください。はい。なんかいつもさ、ここで紹介してるとさ、実際に街出てると、うん、どうなんだろうとかさ、浮いちゃうか浮かないかみたいなのわかんないけどさ、実際に街に出てこうやって歩くことによって、うん、どんぐらいのなんかこの溶け込み具合っていうか、うん、浮いちゃうか、なんか雰囲気が、うん、あ、可愛いんだなって改めてさ、ね、思うよね。そう、なんで皆さん、あのスクショとかからもね、うん、できるので、なんかいろいろいいなと思ったら、うん、ID とかスクショとかで検索して、うん、で購入ってなった時にお安くできるんですよ。おねさんにさ、おねさんにさ、はい、審査からね、こちらのクーポンコードをいただいたので、ありがとうございます、はい、大変私たちもあの助かっております。いや、本当に自分で自分のやってるもんねやってるから、はい、なんでよかったらこちら、びっくりした、はい、よかったらこちらのクーポンコードぜひ使ってみてください、うん、はい。あと、なんか化粧品とか小物とかもいっぱいいっぱい審査あって、うん、さっきもサングラスとかあったので、うん、皆さんアクセサリー類とかもたくさん見てみてください、うん、はい、この動画が良かったと思ったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。あと切り抜きもよろしくお願いします。そして SNS もやっておりますので、はい、皆さんよかったらフォローしてください。お願いします。以上、チェコでした。バイバーイ。